一社の走行でありました。後行になりました。第1レース発走です。さあまずはゆっくりと5番車内藤久文が出ていきます。3番樋口翔平が追ってチューブラインの並びが出来上がります。3番手に1番の梶尾幸喜、そして4番の赤星と清水4番手、6番の沢亀浩二が追って、現在2番の白浜和平が最高です。1周回目バックから 3コーナーへと向かっていきます。さあ5番の内藤が正攻法のポジション構えます。まあ、最終日まさかの一般戦もあり、勝って今節を結びたいところ。追走3番の樋口、サイドの連携です。切れ目1番の梶尾幸喜は短期戦です。上がってきました地元2番の白浜和平が4番手、後ろには4番の赤星と清水、6番沢上浩二の2人。最終日は点数順で並んでいく九州マークチンです。2周回目2コーナー回っていきます。地元2番の白浜、初手は4番手。連日の走りはまさしく地元戦への意気込み、気迫の今季初戦の先行であります。2対1対3と分かれて6車立ての競争、並びは2つです。前で受けた5番の内藤、後ろ攻め取りました4番手地元2番の白浜。さあ白浜が4コーナー回るところで動きを見せます。先頭5番の内藤は誘導と距離を取っています。さあここは5番の内藤、2番の地元白浜の上昇に対して突っ張りました。ここは想定内か、誘導が降りたのを確認しまして、九州ラインは一旦元のポジションに戻ってすかさず行きます。さあ2コーナーからバック、2番の地元白浜が5番の内藤を叩き切って金が入りました。3コーナー4番の赤星、そして6番の沢亀まで連なる九州ラインができりまして、1番の梶尾は切れ目回っていきまして、ただいま4番手。さあ5番の内藤が今度は巻き返す番だ。3番の樋口を連れまして一気にかまして前へと躍り出ます。さあ叩かれて地元2番の白浜、前と1車身2車身距離があっての3番手、1番の梶尾最後尾です。最終2コーナーからバック、さあ5番の内藤、3番の樋口、中部2車が完全に出切って3コーナーから2センター、地元2番の白浜なんとか前との距離を詰めつつあります。2センターから4コーナー、さあ5番の内藤先頭、5番の内藤久文が押し切りました。5番、3番、3着地元2番の白浜です。第1レース A 級一般戦の1組目です。2分戦、前に出た2番の白浜を最終ホーム一気に叩いて先頭へと躍り出ました5番の内藤久文です。明日につながる押し切れ勝ち、3番の樋口しっかり続いての5番、3番中部ワンツー、3着地元2番の白浜です。決定までしばらくお待ちください。第1レースでした。